司先輩が俺のためにわざわざ上白先輩に連絡を。お気遣いありがとうございます。とても助かります。いやいや、僕はただ見物に来ただけさ。いい勉強になると思ってね。勉強？ああ、結婚式というものはいわば一世一代のショーだ。特別な衣装をまとって永遠の愛を誓うんだ。ショー以上にショーらしいと言っても過言ではないだろ。確かにそうですね。ただせっかく来ていただいたんですが、今日俺たちの出番はないかもしれません。ん？それはどういうことだい？実は。なるほど、そんなことがあったんだね。他にここに演出ができそうな人はいないのかい？はい、そのようです。一人ベテランらしき人はいたんですが、その人にも今から全体の動きを考えて指導をするのは難しいだろうと言われました。なるほどね。本番は何時からなんだい？2時からです。今が11時なのであと3時間ほどしかありません。3時間か。それならどうにかやれるだろうね。筋書きは単純明快なものだし、役者も衣装類も全て揃っている。ただん？ここで僕の演出が必要とされるかというとどうだろうね。ん？人がこの庭に集まってきているようだね。一体どうしたんだろう。あ、あれはエキストラの人たちと。あの人が神父かな。この日のためにこれだけの人数を集めたんだ。もし俺がそれだけ思い入れのあるイベントをできなかったとしたら。青柳くん、あの、本当にいいんですか？ですが今日のためにわざわざこれだけの人数を集めたんですよね。よほどやりたい理由があったんじゃないですか？バカだね。僕は彼らと一緒にショーを作っているのに、少しでもためらってしまうなんて。待ってください。上白先輩？フェニックスワンダーランドのショーステージで演出家兼役者を務めている上白瑠衣というものです。ええ、もしあなたさえよければこのサプライズショー僕に演出させていただきたい。ご心配なく、すべてお任せいただければ完璧な形に仕上げてみせましょう。今日は素晴らしい快晴です。雲一つない。
まさに人生の門出を祝うためにあるような日です。そんな日には悲しい顔ではなく笑顔でいてもらいたい。新郎はもちろん、新婦、あなたにも。ええ、もちろん。今日は素晴らしい式にしましょう。あ、それではショーのためにあなたと新郎についていくつか質問をさせてください。ありがとうございます、神城先輩。おっと、感謝するのはまだ早いよ。僕らの役目はこのショーを成功させることだ。さて、それでは開演準備といこうじゃないか。